おはようございます。2日目の朝です。せっかくチャイナタウンにいるので、マクスウェルフードコート、フードセンターかなに行って朝ごはんを食べようと思います。みなこ先生、止めるところからマクスウェルフードセンターめっちゃ近いんですけど、時間どこがやってるかな。はい、朝ごはんはバクテーとライスにしました。バクテー美味しいんですよね。いただきます。サクッと完食、ごちそうさまでした。さあ、今日はどこ行くかな。とりあえずなんとなく好きなリトリーインディアに来てみました。何かのお祭りがあった直後なんですよね、トリンディアって。これがライトアップされたっぽいんですが、もう終わってます。特に何をするというわけではなく、リトリーインディアを歩くのが好きだったりします。朝ごはん食べたばっかりなんですけど、このカレーが食べてみたくて入るか考え中。多分入ります。まだモーニングタイムだったので、お目当てのカレーは食べられませんでしたが、こちらをいただきます。下のお皿に入れて冷ましながら飲むらしいです。ということで、インドの首相とのランチで使われた、インド料理屋さん、残念ながらモーニングしか食べれませんでしたが、ほぼ 100% インド系の人しかいないところにポツンと日本人っていうのがなかなかいい経験でした。では次行ってみましょう。はい、未知の駅キングアルベルトパークというところで降りてみました。さあ、何があるんでしょうか。とりあえず行ってみましょう。レッツゴー。車道の脇から道に入っていくと、じゃん、線路が見えます。はい、マレー鉄道の廃線になった、マレー鉄道の廃線を利用した、なんだろう、遊歩道なんですけど、ここだけ陸橋に線路が残ってるんですね。
ていうか水たまりでぐちゃぐちゃだし、とりあえず渡ってみたいと思います。日本だとね、線路を渡ると大変なことになっちゃいますからね。これだけですけど、いいっすね、楽しいですね、めっちゃくちゃ。はい、廃線跡を歩いてきて、ここがシンガポール側のマレ鉄道の駅、ブキティマの跡地です。誰もいません、貸し切り。バスに乗ってやってきたところは、じゃーん、タイガービールのビール工場見学、行ってきまーす。That was how we met Mr. Fiat. Not surprisingly, he turned out to be quite the beer connoisseur. Indeed. Your man in the tropics, Mr. Fiat, is a man of vision. He wants to create a beer that can be brewed in the tropics and enjoyed in the tropics. And perhaps one day, anywhere in the world.
一通り見学が終わってビール付き体験をしたところでもうすでに飲んでます。イエイ。タイガービール2杯目、ごちそうさまでした。あれ、この雰囲気のいいバーがとても居心地が良くて長いそうです。とりあえず残されたチケットは5枚。この後もしっかり飲みます。イエイ。無料分、まずはタイガーホワイト。これでも昨日飲んだんだよね。これはこれで美味しいの。めっちゃいい匂いがしたと思ったらチョコレート工場でした。何このいい匂い。チョコが食べたいぞ。散々飲んだので、市内に帰ってきました。これからどうしますかね。もうお酒は飲めない。とりあえず涼しくなったのでそろそろとりあえず涼しいので適当に歩いてみます。結局1日1回ノルマのようにライオンさんとこにやってきます。晩ご飯を取りにマックスウェルフードセンターへ戻ってきました。とりあえず今日は
チキンライスも並ばずに買えたんですけど、ホッケミンを食べます。そして懲りずにタイガービュー、フライドホッケミン登場、いただきます。Danny.